はい、トミータです。今回は STI から S4 に変身します。はい、という理由を説明します。今なんですけど、このブレーキダクトがこちらについてるんですけど、ちょっとね、あそこのね、曲がりがきついんですよ。で、ちょっとね、空気の流れがそんなに良くないんで、こちらに、ここからね、じゃじゃん、STI のやつから S4 に変えまーす。で、この S4 に変えると、ここにね、フォグの穴があるんで、こちらにね、ダクトを移設して、今ここから吸気のダクトを取ってるんですけど、それを逆に、このカバーが外れるんで、そこに外して、吸気はこっちから取ろうかなっていう感じです。はい、交換していきます。とりあえずじゃあこいつを外していくか。このね、これ緩くて飛んでっちゃうから結束バンドで止めてんだよね。で、バンパー取るんで、でしかもちょうど車検なんで、牽引フックも取りました。とこのパネルはね、よし、結構無理やりついてんだよね、これ。一応全部取りました。やっぱ赤色の差し色がなくなるとシンプルだね。で、このクリップとかを外してバンパーを取ります。まあ、とりあえずね、こいつを取りました。ちょっとめんどくさい病が発症してね、バンパー半分取ってる状態なんですけど、無理やりバーって取りました。爪がね、6箇所ぐらいあるね。で、こっからね、取っていきますよ。そしたらちょっとね、新しく買った蛇腹ホースを、もともとあるこのね、吸気のところにこうやってやります。スポット入ります。これをね、ここの中からこうやって通して、ここから行きたいわけですよ。はい。はい、今こんな感じで通りました。こんな感じでね、見えるかな。こういう感じで、この中をね、通っています。こういう感じでね。はい。こういう感じです。ここどうしよう、こう結束バンドで止めちゃう。見た目ダサいけど、これ動いちゃうよね。ちょっと止めとこうか。そしたら次はね、このホースがだいぶ余ったんで、こっちがね、もうボロボロなんで、こっちをね、結構カットして
で、もうちょいここのね穴に入れたいんですよ、ホース。だからもうちょっとこっちの手前に引っ張ってきてやりたいと思います。はい、で今ねアクセサリーライナーの方も移設しました。簡単にできます。でこちらね、今日ねどうしようかなって思ってたんだけど、ファンネルの方が大きいのかこっちの穴の方が大きいのかずっと今日やるまで分かんなくて、そしてやっぱファンネルの方がちっちゃいんですよ。そうするとこうスカスカになっちゃうんで、どうしようかなと思ってたんですけど、吸気用に買ってたまさかの 75% のダクトがこのね網にね、これをねこうねこう回していくと、まさかのこんな感じでネジのようにスルスルと、ほらすごくない？がっちり固定ですよこれ。ほらがっちり固定、まさかの助かった。でこれをこうやってやったところに、あの赤色のファンネルをここ突っ込めばもう完璧でしょこれ。ほら全然動かないよこれ、まさかの大誤算で最高の結果になりました。最高。よし、じゃあつけていこう。すげえ、ついた。しかもこれ新品だからフィッティングが硬くて、今までのカパカパだったんだけど、でよく取れちゃってたんだけど、取れてぶら下がってね、道路引きずりながらねこことか削れたりとかしてたんだけど、これ すごいフィッティングいい、最高なんだけど。一応こんな感じになりましたね。裏もこんな感じで、はい、超強力テープ、1000円ぐらいしたやつ、これ。はい、こっち側はね今止め終わりました。こんな感じです。ここも結構ねぶっこんじゃってるんだけど、これのコーンプロテクターの方が、あのなんだろう、内径っていうか円が短いんでローターには当たってないんで、ローターの方が大きいんで全然ね擦ったりしないと思うんで、こういう感じです。これで全開大丈夫そう。今度逆に切ります。うん、これでも大丈夫だね。向こうにちょっとこう当たるぐらいで、ここだけちょっと補強テープしといてもいいかなとは思うけど、まあこんなもんでしょう。はいはい、じゃじゃーん。こちらも今付け終わりました。でこっちはね
R がもうすぐ目の前がきついんですよ。ウォッシャーのタンクかながあるんで、なのであそこにしました。あえてカーブしてるとこに置くと、あの結構ねちゃんと入らなそうだったんで、わざとこっちに置いてます。はい、右側の方は今ねこんな感じです。はい、こんな感じで、タイロットエンドのちょっとグリスがねブーツから漏れてる。っていう感じですね。で一応ブレーキダクトもねこうやって全部終わりました。一応こんな感じで、こんな感じです。最高。